私はタワマンに住むのが夢の癒し女子。今日ははま寿司で308円払えばお腹いっぱい食べれる裏技を教えてあげる。まずかけうどん170円で食べるために平日の17時までに行ってください。あと頼むものは青さみ噌汁とゆず塩炙りハマチ。まず無料のガリをたくさんいただきます。うん、まいまい。次はかけうどん。うまいね。そしたらハマチ1個と味噌汁を食べます。うん、優雅ですね。最後残った器にハマチ売りとお湯を入れてください。お腹減ってる人はここでお湯たくさん入れたらなんとかさ増しまでできてしまうのです。だし醤油入れたらだし茶漬けの完成や。ゆずが効いてて美味しいな。お会計の時にはスマートニュースの味噌汁無料クーポンを使いましょう。そしたらなんと308円でお腹いっぱいになってしまいました。すごいですね。私はタワマンに住むのが夢の癒し女子。今日はサイズで400円払えば高級コース4皿食べられる裏技を教えてあげる。ここで頼むものはシナモンプチフォッカと青豆のオンサラダ。シナモンは別皿で、オンサラダの卵は目玉焼きに変更してもらっといて、調味料もたくさんもらってきていて、まずは前菜で普通にオンサラダいただきます。うん、うまいうまい。次にフォッカチを開けたら中に青豆を入れて野菜サンド。次にピザを作りますよ。フォッカチを開いたらピザソースないんで、ホットソースかけます。まあ、色一緒なんで。いいでしょ。青豆散らして目玉焼き乗せたらピザ。ちょっとホットソースかけすぎましたね。はい、最後は残りましたシナモンプチボッカ食べたら400円で4皿完成や。シナモンもったいないんでサンドして食べました。デートの時におすすめです。私はタワマンに住むのが夢の癒し女子。今日はスタバで350円でハニーカフェラテを飲める裏技を紹介するからやってみて。スタバのドリンクって美味しいけどちょっと高いよね。そんな時はドリップコーヒーのショートを頼んでカップだけドールサイズに、中にミルクと蜂蜜を多めに入れてもらったら、なんとハニーカフェラテができてしまいました。しかも2杯目ドリップコーヒーは100円台で飲めてしまうの知ってた？レシートに割引券がついてて、それを使うとなんと2杯目は165円で飲めるよ。ではハニーカフェラテ飲んでみます。うまーい。みんなおすすめのカスタムある？